ダンススタジオネイティブのミオです。今日はアイソレーション、ダンスを踊る上で一番とっても大事なものを、皆さんにレクチャーしたいなと思います。まずは首のアイソレーションからいきたいと思います。まず首のアイソレーションはですね、最初動かしてって言われると全然動かないものなので、ちょっとでもいいので動けるように意識しながらやってみたいと思います。はい、まずはですね、体が一緒についていかないように両手でしっかり体を押さえてみるところからいきましょう。まずまっすぐ前から、次後ろ、後ろは二重顎になるまでしっかり引っ張ってください。もう一度前、せーの、前、後ろ、前、後ろ。はい、この時にこう顎が前に出ないように顔をまっすぐ引っ張るイメージで使ってみてください。もう一度いきます。じゃあ2カウントずついきます。せーの、えい、ワン、ツー、スリー、フォー、ファー、シックス、セーブ、はい、前と後ろはこんな感じですね。次じゃあ右と左いきたいと思います。もう一度手をクロスしてもらって、右から伸ばす、反対に伸ばす、伸ばす、伸ばす。はい、右と左はこの顔の軸が斜めにならないようにまっすぐをイメージして引っ張るイメージしてください。はい、ではもう一度いきます。2カウントずついきます。せーの、えい、ワン、ツー、スリー、フォー、ファー、シックス、セブン。もう一度、ワン、ツー、スリー、フォー、ファー、シックス、セブン。はい、アイソレーションはこう止めずにしっかり伸ばせるところまで使ってあげるのがポイントです。はい、それでは手を一度外してやってみたいと思います。前と後ろからいきます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。次右からいきます。せーの、えい、ワン、ツー、スリー、フォー、ファー、シックス、セーブ。もう一度、ワン、ツー、スリー、フォー、ファー、シックス、セーブ、エイト。はい、最初は1ミリでも1センチでもいいので自分の限界まで使える意識をしてください。では順番にいきたいと思います。前、右、後ろ、左、2カウントずついきたいと思います。5、6、1、2、3、4、5、6、7。もう一度、1、2、3、4、5、6。反対いきます。1、2、3、4、5、6、7、8。もう一度、2、3、4、5、6。それを1カウントずついきます。1、2、3、4、5、6、7。もう一度、1、2、3、4、5、6。反対、せーの、1、2、3、4、5、6、7。もう一度、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、首のアイソレーションはまずはこの4箇所しっかりできるように皆さん頑張ってみてください。それでは次、音楽でいってみたいと思います。それでは前から追加していきます。
ションのベーシックは皆さんできたでしょうか。ここからちょっと応用編でリズムを入れながらやっていきたいと思います。体の力を抜いて訳してください。さっきこう引っ張っていたものを次はこのリズムに合わせてやっていきたいと思います。首をちょっと前にコンって当てるイメージで最初やってみてください。トン、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 トン。はい、最初私このスナップハンドでちょっとリズムを作るので一緒に合わせながらやってみましょう。では前から8回いきたいと思います。5、6、1、2、3、4、5、6。次後ろ行きます。1、2、3、4、5、6、7。次1、2、3、4、5、6、7。左1、2、3、4、5、6、7、8。皆さんできたでしょうか。このリズムの時はとにかくこの首の力入れずにリラックスして音に乗るイメージでやってみてください。それでは前から順番にいきたいと思います。4回ずつ乗っていきます。5、6、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3。反対いきます。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2。次じゃあ2回ずつ右、もう一度
次後ろ行きます。ダブルダブルシングルシングルダブル、覚えたでしょうか。では最初からちょっとつなげていきたいと思います。せーの、はい、シングルシングルダブルシングルシングルダブル、はい、ダブルダブルシングルシングルダブル、後ろダブルダブルシングルシングルダブル、これと同様に右と左もやってみたいと思います。5、6、シングルシングルダブルシングルシングルダブルダブル、ワン、ツー、ダブルシングルシングルダブル、反対もダブルダブルシングルシングルダブル、いい感じでしょうか。それでは前と後ろ右と左を連続でいってみたいと思います。5、6、シングルシングルダブルシングルシングルダブルダブルダブルシングルシングルダブルダブルダブルシングルシングルダブルシングルシングルダブルシングルシングルダブルダブルダブルシングルシングルダブルダブルダブルシングルシングルダブルになります。まずはリズムを体にしっかり入れて、シングルシングルダブルっていうリズムを体に入れてみましょう。それでは音楽でやってみたいと思います。最初の基礎トレーニングから始まって、そこから軽くリズムになってシングルシングルダブルというのに変化してきたんですけど、まずは基本のアイソレーションというものがダンスを踊る上で絶対に大切になってくるので、ダンスが上手くなりたい人は必ずこれを毎日続けるように意識してみてください。次は肩に行きたいと思うので、皆さん肩辺もしっかり見て学んでほしいなと思います。私のインスタグラムにですね、たくさんダンス映像が載ってるので、よかったら皆さん見てみてください。ミオメイティブで検索してもらったら出てくると思うので、ぜひチェックしてみてください。